ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネルケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララララ、はい、はい、やってまいりました。やってまいりました。いやー、来ました。ついに小樽運河でございます。やってました。そしてね、トゥードゥです。おはようございます。プロデューサーでございます。いや、ピーカンですね。ピーカンで当日でございますね。はい、朝から暑い。朝から暑いっていう。この暑さやばくないですか。ねえ、昨日ね、小樽に来るにあたって羽田では大雨で、羽田空港で3時間の待ちを経て、千歳の方に着いて、小樽に着いたのがちょうど20時。20時そうなんですね。20時ですね。で、なんかいろいろね、挨拶回り、挨拶回りに行こうとは思ったんですが、それはもう先乗りしている東堂プロデューサー一人が全部済ませてしまって、我々はもう8時からお寿司屋に直行という。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。うまいねいただきました。うん、まっ、じゃあケスイン小樽、頑張っていきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、口呼吸です。そう、私口呼吸だから。あ、ナルトエさん。はい、ナルトです。わー、今日は何弁当ですか。今日はザンギもホッケフライもうなぎも入っている特製弁当です。ケイちゃん、弁当が。はい、あ、ナルト屋さんの。ナルト屋さんだ。今回すごいですよ。ザンギもホッケフライもうなぎも入ってます。すいません、先にいただいていいですか。はい、どうぞ。何も食べてないんで。うまいね。おお、すごい。なんで？どうしました？順番で言ったら。どうしました？事件。え？去年さ、俺の名前なかったじゃん。はい、人。ついに、本当だ。ついに、はい、これ何て書いてます？ご出演者様控室。はい。え、これここにいていいってことです。これで。これ間違いじゃないですか。ここから見て、だってしかも山本圭司さんは日本に。俺だけで。いいんだぞ。これ事件だよな。山本さん、やばいです。大事件です。僕の名前あります今年。なぜか2番手。
誰がこれ事務所から怒られないですかね、あの竹中君の事務所から。ちょっとまずいですね。シンディとか、まあ、周りに気づかれる前に何かをしたとみんな機嫌よくやってくれるような感じがします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、武田さんおはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。サリナさんおはようございます。お願いします。あ、藤森さんおはようございます。よろしくお願いします。あ、あ、小やじ、いや、これケイチョン。あ、ケイチョン、これやじか。おはようございます。おはようございます。何もないですけど。何もないの。いや、山さんが心配ですよ、ケイチョンがね。朝からちゃんと練習してたよ。弾き語れんのかどうか。そうだよね。まあそこがポイント。そこポイントっすね、今回。まあダイエット成功したんでこれも成功してほしいですけど、うん、そうだね。めっちゃ痩せてたでしょ。コメント欄に体重と登録者数めっちゃ減らすなって書いてました。うまいこと言われた。うまいこと言うな。あれ何さんかな。これちょっとコメント大将をやろうかなと思ってる。あと松本くん、ちょっとすごい大事件が。大事件、うん、バリがね。バリ、ほら何これ。大変なのに消しとこう。出演者じゃないから、プロデューサーだから。プロデューサー。はい。おはようございます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 。すみません、今日前説やります、東堂です。頼むぞ、東堂。前説、いや、もう大事なんだから、前説が。あの、受けるもんと思ったらダメだと思うんですよね、僕ね。だからね、なんか僕はもう地元に帰ってきてありがとうみたいな感じの前説やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そういうのじゃです。あ、上口をちゃんと説明したりとか、ね、劇場の。え、僕なしでしたね。ダメだよ。二人だからね。いや、俺マジじゃん。マジで嫌じゃない。もうやるの決まってんだから、二人で。どういうことですか。え、どういうことですか。何が。日傘ですか。もちろんさ。日焼け気にされるんですか。いや、やっぱり焼いちゃう。シミも増えますし。日傘も似合うな。だからもうブルーだし。傘なんて雨の日よりも差しますよ今。はい、今回ケス2回目ですけども、はい、あ、小樽ね、はい、ケスに小樽2回目、意気込みなんぞを聞いてよろしいですか。いや、もう小樽はシンプルに楽しみで来ました、はいはい、あ、ごめんなさい、東堂さん、今藤森さんが東堂さんのこと言ってました。言ってないでしょ。もうなんでそんな焚きつけるんですか。何も言ってないでしょ。俺小樽すぐ影で言うな。影で言うなってなんで信じれるんですか、すぐそれを。怖いな、おめえ影で言うやつ。なんで信じれるんだそれ今。でもケスは藤森さんとかしかいないんで、頼みは。え、初っ端からだって松本くんと東堂さんの前説から始まり、そこが今回のケースの一番の楽しみですよ、僕は。楽しみ、はい、やめろ、そういうゲラゲラ笑ってください、ね、いや、もちろん笑わしまいますし、前説が世の中の中で楽しいとか面白いっていう、もうそういうのなくなるからな、今日一日して。前説っていうのは何ですか、そのなんか随分保険かけてますけど、東堂さん。前説地元で、地元だから俺は、もうほぼ東堂さんの親戚みたいな人たちがいっぱい来てる中、うん、こんにちはですよ。もう盛り上が出ただけでまず盛り上がりますから。僕たちはもう前説って本当大事で、それによってこう後から出てくる僕らの気分とかもうテンションも変わってくるんで、やめてくれ。実は前説ってもう本当にライブのもう心臓と言ってもいいぐらい。マジか。
ちゃんとありますか、拍手の練習の仕方とか。そういう仕方なんて言ったら俺やると拍手の練習っつってやるよ。そういうのあるんですよ、やっぱパターンが。パターンのか、はい、ちょっと教えてくれな。パターン教えてくれ。安くないですよこれ。まあ、安くない。お前何有料にしようとしてる。いやいや、まあベタなやつとかもあるじゃないですか、うん、わーって、うん、一番基礎中の基礎ですよ。1ページ、うん、1ページ1ページ拍手をちょっと練習しましょうって、うん、みんなわーってやって、うん、そしたらうん、みんな笑っていいと思うのあのタンタタタンみたいな感じじゃないですか、うんうん、これ大の字さんがやってたやつかな、うん、タンタタタン、うん、あーいいですね、うん、じゃあもう一回やってみましょうとかつってわーってやってまたタンタタタンなんですけど、うん、本来、うん、そこでまあ東堂さんか松本さんがそのタンタタタンタタタタタタンタンタンとかって続けちゃってどっちかが合わせずれよってみたいな。なるほど。すごいもう1ページだベタ中のベタのやつとかそれを発展させたいろんなこう、なるほどなるほど、芸人のね拍手のそういうパターン各コンビごとにあったりとか、もっと元気にしろ、もっと愛してます。俺やってますかね。ちょっと俺ね。僕たちやってます。どんなんですか。はい。ねえさんちゃんが下ろしちゃってだ。っていうやるんですけど。こっちもいいですか。一緒。いや、僕やる。ずらし。ねえさんちゃんが下ろしちゃってだ。ちっちゃい。繰り返しです。で読んじゃいます。そうだ。はい。前説の練習してるみたいな。いや、見ないから。なんでみんな見に来たんですか。いや、なんかその前説の練習やってるって聞いたんで。どんな感じなのかなっていう。みんな見ないでくださいよ。ただ掛け声。サッカー部の掛け声。あと部活の掛け声やろうと思ったけど長いっていうご指摘受けたんですよ。それ誰がついてくるんだ。今ちょっとボツに。ちょっとどんな感じか。部活のその掛け声長いかどうかっていうの。声出し。声出しやれって言われて、ええってやって、エンデスチームやってってやるんですけど。いや無理っすよ。何言ってるか分かんない。何言ってるの。俺これはね、何を言ってるっていうと、1,2,3,4,5 古くしてるんですよ。これ大きな声で言ってるのが僕ら部活でやらされて、必ず大体4回ぐらいやらされるんですよ。聞こえないと。じゃあ声出しってそういうことです。コール&レスポンスとかじゃないってことですね。そうです。お客さんからじゃあ声出しの声出しが無理です。マジで言わないですよ。お客さんの声出させた方がいいです。あれじゃない、もしかしたら長いとかじゃなくて、うん、面白くないかもしれない。声出させた方がいいですから。はい。小太郎といえば、来ましたよ、ボスが来た。ボスが来た。ちょっと前説の練習をされてるんですけど、アドバイス。ちょっとやって、どんな前説が。重要だからさ、ここで滑ってたら、俺らやっぱり火傷するからね。でもね、僕滑るとかじゃないと思うんですよ。何あのおじさんって言ってる人たちもいるわけだから。はい、いいと思いますよ。それがいけないから。昔極楽さん前説だっつのにライブの時間もずっと前説やってて誰もネタできなかったらしいですよ。だから劇場的になって好きなんですね前説。そんなことはないです。違う、やってて、やってて、いや本当にコンビでやらないといけないんだけど、加藤が来るまで40分やってるっていうのあったもんね。あいつの遅刻でしょ。あいつの遅刻で。で途中入ってきていいですよ。前説に。はい。そしたらお前上がっているのか、もう意味がわからない。ドンチョ空いている。そう、ドンチョ空いたらいるんだから。そう、もうお願いします。2人のコンビネーションでね。いやー本当楽しみ。まあ受けなくてもなんか盛り上がれば別にね、いいですから。拍手でしょ。リハ負けたらちょっと巻くかもしれない。はい、行きましょう。じゃあすいません、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。 KJ さん、あ、懐かしいね、ここ小樽。懐かしいですよ、この線路もね。ちょっとこっち来て。これね、ここでねソフトクリームを落として、ここで一気に近づいた感じだよね。そうですね。
うわ切ないっすね、やっぱ懐かしいね。やっぱ来たら切ないっすね、なんかそうだよ、なんかね線路がねいないんですよ。打ち上げかなんかで告白してませんでしたっけ。あ、してた。告白して、はい、次の日デートしてくださいって言って、はいはい、で、本当にデートして、あ、したんすね、あれじゃあ、翌日だけど、線路は繋がらず。ちょっと線路が繋がらず、恋の線路が断裂かもしれないですね、進路変更信号なしなっしょなっちゃん、なし、なしお疲れ様です。いやお疲れ様です。末広がりず、はい、ありがとうございます。いよいよ決戦に初登場、ありがとうございます。おめでたいですね。いやまずは、継承フェス、はい、第2回、はい、小樽公演、はい、開催おめでとうございます。ことぶき、いいね、決勝いいですね。急にパッとこの辺がなんか桜が咲いた感じが、はい、この真夏なのに雲がなくなったよ。なくなった、あ、払っときました、はい、いい天気でお日柄もよく、はい、なんかちょっと緊張してるとか、はい、楽しみにしてるとかなんかあります？緊張感は全くないです、はい、気になってるのは先週からちょっと腰痛やっちゃって、それだけがやばいやばい、ちょっとね、それだけがやっぱちょっとだけ気になってます。あら、まあまあ、こんな感じじゃないかなと。ちょっと触れてくれない感じです。立ってた方が楽ですよね。あ、いやでもまあ今日はもう腰終わってもいいなという感じで。おお。歩けなくなってもいいよ、ね。今日歩けなくなってもいいなと思ってやってますんで。はい、出させてもらってる身分っていうことじゃないけど、うん、そんなフェスじゃないのよ。かっこいい。かけるようなフェスじゃないから。でもなんか、いや、あのここだけの話、プロデューサーそういう言葉大好きです。身を粉にするとか。はい、あ、俺は砕け散ってもいいとか、俺は砕け散ってもいいと思ってるんで、もうここのやばいやばい、脊髄捧げます。泣いちゃう、脊髄捧げます。泣いちゃう脊髄さん捧げます、脊髄捧げます。困るでしょ、脊髄捧げられる。若干困ってるな、だいぶ困ってる。これそんな簡単に音が見つかならないですよ。これ絶対昔からやってたんですか。今日は慶長フェスに脊髄捧げます。あ、遅い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 。今日も行ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。僕らがキングオブコント行って初めて宮崎のお仕事で呼んでもらったので、うん、めちゃくちゃ嬉しくて、うん、幸せでした、ね、幸せで。今度は北海道南から来た。今回はどうですか、意気込み的には。いやもう一番大爆笑させてやろうと思って。はい、そうです。実は、はい、ここで犬さんの一番ファンがいるんですよ、はい、めちゃくちゃ宮崎から、はい、犬好きだわ犬好きだわつって。マジですよこれ。マジっすか。あ、どうも、あ、よろしくお願いします。お願いします。本当言ってたの、はい、一番好きだった、はい、うん、俺も筋肉とかね、ああいうの大好きなのよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ嬉しいです。筋肉大好き。内容も面白いんだって。お見たよな、だって見てますよ宮崎の。俺好き言ってたじゃん、宮崎から。ずっと言ってました。いるんだなっつって。あ、それからもうずっと俺犬言ってんの。ありがとうございます。そんなに見してあげたの。もうじゃあもうそんなファンっていうの。おい、見てみろこれ。すげえ。すげえよ。洗濯できそうですもんね。ここでゴシゴシ。よろしくお願いします。お願いします。今回2回目になりますが、はい、おたる、そうですね。やっぱりあの山さんがこれリアルな話ですけど、あのなんか挑戦してる姿はね、なんかすごい刺激になるんですよね。今回そうですよね。はい、あ、うん、それにあの去年は山さん独身。そうですね、はい、あ、そうだそうだ。なんかこういうことやってかっこいいなと思ってたら結婚もして、そうこうしてるうちに自分も子供授かりました。おめでとうございます。おめでとう。
なんかね、なんかみんな変化の年だ。そうね、それでまたこうやってみんな集まってやれるんですごい楽しみですね。そうやね、今回はやっぱりケイちゃんが練習を、あの努力が嫌なケイちゃんが、うん、努力をしたっていうのが、あ、もうなんかその話、ちょっと藤森君戻ってきたからその話、もう全然どうでも。太田さん何なんすかこの二人は、なんかいつの間に。ケイと言ったら、ちょっともうその話しといて、ケイちゃんも。二人があの、タンクトップで揃えたのよ。いや、ほんとだ。三頭筋とか付き合ってリブ太めのタンクトップが流行ったリブ太めのリブ太めのいちごですか。デートしてます。どうぞどうぞ。ケイちゃんのピアノより大事なの、私にとっては。どっちでもいい、弾けても弾けなくても、どっちでもいい。頑張ってるケイちゃん、いい、応援してる、応援してる。もうずっとめちゃイケメンバー。軽い。武田さん、いいですか。ダメだよ、今でいいよ。俺もタンクトップ持ってきてる。いいよ、一番似合いそうだけど。やだよ、おかしいでしょ、実は。行きますか、行きますか。よろしくお願いします。お願いします。また前回に引き続き、はい、で前回はこの間は僕ちょっと遅れちゃって、はい、ゲットワイルドを、あれですね、愛知の方ですよね、ですね、ゲットワイルド裏で、はい、ゲットワイルド歌えなかったんですよ。で裏でね、アカペラで歌っていただいて、はい、そうです、あれ流れたんですか。流しましたよ。あ、前ですか。とコメントですごい上手いみたいな。今日リベンジで今日は歌えるみたいなんで、はい、でもあんまりその山本さんと仲良くすると、その吉本のギャラの評価がすごい下がるらしくて、はい、M1 のファイナリストになると1000円上げるっていうと、1000円上がるっていうね、都市伝説があるんですけど、山本さんと仲良くすると1000円下がるっていう。でも僕はもともと上がってないんで、はい、最低の5000円でやってるんで。あ、そこからは下がらない。そこが下がらないから最低。あともう一人やっぱり、あの藤森さんがいらっしゃるんで、はい、やっぱりいろいろあったじゃないですか、はい、なんでできるだけ、はい、あの喋らないようにしてます。はい、じゃあ吉本側の人間なんで僕は、めっちゃ仲良く喋ってたじゃん。いや僕は同郷の先輩なんで、僕は藤森慎吾個人と喋ってます。はい、個人と屋号は口にしないで、屋号はね、僕やっぱいろいろあるんで、はい、そういう、はい、そうですね、リスクケアもしていてちゃんと何かあったら、だってやっぱ吉本だから、ああ本当に頼んだ、あとは頼んだ、あとは頼むな。ぜひぜひ、まあ、藤森さんと仲良くして帰ってください。いや僕は仲良くしますよ。いやいや、はい、僕はもちろん。いや、もうそこはちゃんと取ってあげてください。はい、何かあった時に出しますね、それは。はい、なんか詰められた時に。なんつって。え？そのオリラジ派だっていう。いや、その名前を言わずに楽しむゲームなんで。ゲームな。ゲームじゃない。それをバルスと一緒だからな。別の自分だもん。うるさくて、いや、マジでうるさいです。でもあんなに真剣な、ね、山本さん見たことない。ちょっとこれは本番成功させてほしいですね。ただちょっと怪しそうですね。今見る限り。まだ伸びしろある。まだ伸びます。まだ伸びしろ。でも聞きながら歌うんですか。歌うんですか。歌うんですか。めっちゃ面白いですか。ミュージシャン。歌わないといけない。気になるんですね。話に集中できない。大丈夫。ケイチョンの出来は どんな感じですか。この短期間でよくここまでになったなって思いますけど、最初はどんなことかと思いましたけど、あとは祈るのみ祈るのみ。皆さん、はい、
東堂と松本がいよいよステージで練習始めました。毎節のステージ上練習熱心ですね、ダンサーさながらの。確かに初めてやるってたから、むちゃくちゃ滑ってほしいですね。ここまで来たら。毎節のリハなんか今まで一組もやったことないです。芸人はじゃしないでしょ。聞いたことない。初めてそういうことよ。東堂さんめちゃくちゃ緊張してましたよ。そうそう。ちゃんどう？お疲れ様です。お昼なのに人がいっぱい来てくださってます。売れてる？売れてると思います。去年よりは。本当？がっちり今回はがっちりしたいと思います。お願いします。それでは、ケスインオタル8月2日2ステ1つ目になりますが、皆さんそうだ、もうちょっとなんかかっこよくかっこよくなんていうのグワーみたいな、なるほど、なんかそういうの気合がちょっと、あ、そういうやつで、うん、確かに、ね、お願いします。さあ、というわけで一緒に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 皆さん、悪乗りしていきましょう。ポン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 。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。じゃあすいません、スタンバイできた方からもう裏の方に行かせてください。これから前説、今前説ね、お父さん前説やってます。あ、もうやってる。もう入りました。入ってる。おーおーおー、松本と申します。よろしくお願いします。そして東京でジンギスカをやっている東堂と申します。よろしくお願いします。小樽出身の東堂さんです。お願いします。いやー、盛り上がってますね。温かく見守っていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、東堂さん、はい、毎節やりたかったでしょ。やりたかった。僕はやりたくないです、こういうね、毎節って本当に辛いんで。俺はね、はい、地元に帰ってきたって感じするから。なるほど。こういう時じゃないと人に会えないでしょ。そうか。だからね、すっげえ嬉しいの。嬉しい、嬉しいの、俺。あとね、ありがとうございます。なんか、おどおどしが来ますけど。ここがないよね。はい、そうなんですね。こんなもんじゃなくて、初舞台って、はい、初舞台こんな感じ。ようやっとちょっと笑い声が来てますね。まあまあまあ、なんかこういう前説でもね、こう俺たちもや参加してるぞみたいな感じでやるのに、ちょっと信号を送りたいと思いますよ。信号。はいはい。え、こうなんか一つになったって感じ。一つになったっていうやつね。はい、はい、ですか。はい、どうぞ。滑った。違うのね。俺汗かいてきたの。違う。あんまり。バンドさんと見たらないよ。これ説教してくださいね。盛り上げないと。これはもうこれちょっと、はい、これはね、だるだるおっさんが話してるだけです。ちょっとおっさん言われてる人たちですから。めちゃくちゃ言われてますよ。松本君と偉そうにいつも言ってきますからね。松本さんも堂々さんも、やっぱり演者の気持ちを分かってほしいですね。見ろと言いたい。今もうブーメラン今大ブーメラン。今朝怖い色が。アクション。最初にやらすべきだったね、これ。あ、確かに、はい、確かに。おっさんの感じ話5分静かに盛り上がってきた、盛り上がってきた。よしよしよし。もう一回あと1分です。もうちょっと元気にね、確かにね。そうか、順番だ。トントントンじゃないやつでやってみてくださいって俺言っといたの。あ、なんか、すいません。ちょっと短い、短い、もうちょっと短い、すみません。焦っちゃった、焦っちゃった。ちょっと受けた。ちょっと短いでしょ、今のは。短い。
そうなんですよね。すぐに食べたら。だから皆さん、一緒にデビューで。そう。お客さんが来るのに近くまで。受けすぎてなんか気持ちよくなっちゃうパターンあるんですけど、これぐらいの感じで流れることあんまないですよね。いや、あのね、後でみんなで反省会やったらいいと思うけど、順番が逆だっつって何の順番遠くから始めちゃったからっつって拍手の練習とかからやればいいのに確かに拍手を長くするところが短かった藤森時間が短いよっつってまだいいよやばいちょっと先生が怒ってますか。いやいや怒ってないですよ。大丈夫ですか。こっちも出て盛り上げたら。ありがとうございます。プロだ、はい、後日時間を取りますんで。前説に関して。でも今年はだって来てくれないって言ってね、はい、今ちょうど偶然見つけちゃったんで偶然見つけた来ちゃいましたびっくりしましたか気持ちないガチじゃないもう見たりしてたんで、そっから何か進展はあるんですか？はい。KJ。そんなに KJ なのか？本当に。聞こえてないの？はい。使い物にならない KJ。どうなってる？はい、早田さんの前だ。したはずですけど純翼は一人もんでございますじゃみんな伏せてなっちゃん悩んでる
ボレスティ登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。